丈夫。ここは安全だよ。ナタ、戻ったわ。さすがゼーレ、いつも時間通りね。どう？使えそうな物資は見つかったかしら？見せてちょうだい。広範、包帯、鎮痛剤、医療用アルコール。素晴らしい。必要な物資が全てあるわ。ただ鎮痛剤の量が少ないわね。貯蔵室で何かあったの？クラーラに？そう、あの子がしようとしていることなら大体予想がつくわ。彼女、怪我をした流浪者を手当てしたいのね。クラーラはいつも優しいのよ。君たちは正しいことをしたわ。でもそうなると薬の投与量をちゃんと分配する必要があるわね。大丈夫、私も手伝うわ。平気よ、診療所は私に任せて。君たち3人はまだやることがあるでしょ。オレグと、それから他の2人も待ってるわ。あなたたちの関係ってそんなに良くないの？生死を共にするような仲だと思っていたけど。ブローニャは可愛いわね。彼女は冗談を言っているのよ。そうでしょ？オレグさんはスバローグのことについて話し合いたいのよね。行かないと。ごめんナタ、怪我人のことは任せる。安心してちょうだい。うまくいくのを祈っているわ。何？眠たくなったの？あなたは疲れてないの？一晩休んでないのに。私の最高記録は6徹よ。あんたももっと頑張りなさい。やっほー、やっと来たね。いいよそれぐらい。何も言わずにいなくなった回数の記録保持者がここにいるんだから。誇れることじゃないだろう。全員揃ったな。じゃあ本題に入ろう。以前お前たちが言っていた性格、それから上層部での出来事、この二人が全て最初から説明してくれた。前に係屋に会った時はただの勢いある小娘に過ぎなかったが、まさか守護者になった後ああなるとはな。遭遇したお前たちには同情する。安心しろ、遅延は裏切るようなことはしない。お前たちの計画は酔っ払った甲府のザレ事と大差ないが、少なくとも筋は通っている。下の奴らはもうとっくに他の選択肢を失った状態だ。ここまで来たらお前らにかけるさ。安心しておじさん、うちらを信じるのが正解だって証明してみせるから。酔っ払った甲府のザレ事なんかじゃないこともだ。よし、じゃあ現実的な話をしよう。お前たちは性格の行方を知りたい。俺たち遅延は下層部の封鎖を解放したい。つまり俺たちの目標はスバローグだ。あのボスをどうにかしないと先のことは夢のまた夢だ。武力行使は最終手段だ。
まずは平和的な交渉を考えた方がいい。二人の言うことにはどちらも一理ある。俺たちも平和的な解決を図り、被害を出さないようにしたい。遅延はスバローグとの接触を何度も試みてきた。しかし毎回追い返されちまってな。奴は俺たちとの対話を全く望んじゃいない。それに俺たちの実力で奴らと衝突するのはリスクが高すぎる。スバローグのロボットは犠牲を恐れないが、俺は下層部の人の命を危険にさらしたくないからな。だが今は違う。お前たちが来たことでスバローグも外部からの変数が現れたことを認め、状況が変わってきている。どういう経緯でそうなるかは分からんが、もしかしたらお前らになら説得するチャンスが訪れるかもしれん。ああ、それが一番いいだろう。ちゃんと考えての結論か。まあスバローグの縄張りに行けばわかる。この地下で物事が順調に進むことなどないとな。どうだシルバーメインのお嬢さん、俺たちの中でスバローグと対立する理由がないのはお前だけだ。お前の考えを聞かせてくれないか。下層部もベロブログの一部だから、もしスバローグがここの住民を脅かす存在なら、あなたたちの味方をするのも当然。いい答えだ。さすが守護者の責務を引き継ぐ娘、いい覚悟をしている。よし、共同戦線を張れたのならこれ以上時間を浪費する必要もない。行け、スワローグを探しに行くためのガイドを手配してある。遅延はずっとスバローグと対立してきた。共に行っても誤解を生むだけだろう。少し離れたところで待機し、万が一の際にはすぐ駆けつけるようにする。ゼレ、もう一度外から来た友人たちと同行してくれるか。任せてちょうだいボス。
後悔しても遅い。やっ、うちの出番。殲滅開始。騒ぎ。過ぎ去ったことは重要ではない。やっ、旅をしている甲斐がある。
修理用の部品さえあれば大丈夫です。あんたのことだったの？さすがのうちも予想外。なるほど、モグラ島も遅延の。私がドスクロのフック様だ。何か用？誤解だと思いますよ。僕ですよ皆さん。オレグさんが手配したガイドは。僕は悲しいです。こんな小さな子供をガイドだと勘違いして僕のことに思い当たらないなんて。はいはい、そんなの気にしてどうすんのよ。逆に聞きたいんだけど、遅延の誰もがスバローグのアジトを知っているのに、あんたが案内する必要なんてあるの？ほら、適材適所と言うじゃないですか。遅延はスバローグの拠点を知っているけど入ったことはないですよね。あんたは入ったことあるの？ね、ありませんよ。でも僕はあの機械仕掛けの集落をくまなく調べ、必ず役に立つであろう手がかりをいくつか集めました。ちょっと、それはどういう意味ですか？この三歩ほど言葉に誠実なものはいませんよ。天地神明に誓って三歩は常に誠心誠意を尽くしています。はいはい、信じるから早く案内してよ。はい、ではしっかりついてきてくださいね。ねえ三歩、まだなの？お嬢さん、いくらなんでも1分に1回聞くのはひどすぎません？すぐそこですから。ここがスワローグのアジト？もっと物寂しい場所だと思ってたのに、すごく賑やかじゃん。多くの流浪者は一時的にここで暮らしているの。彼らの昔の住処は烈海のモンスターに占領されてしまったからね。スワローグのすぐ近くで寝泊まりするなんて危険じゃないの？危なくないわ。スバローグは確かに横暴だけど、人間をむやみに攻撃することはない。帰る場所のない人にとってはむしろ安全よ。はあ、早々に引っ越していなければ今頃私もこの中の一人になっていたかもしれないわ。動くな、すぐに直してやる。私は機械の墓地に行く旧式だ。部品はお金にならない。何を言ってるんだ。お前の部品を売り飛ばすつもりはない。おやおや、ここは本当にいろんな人がいるんですね。騙されないように皆さん気をつけてくださいね。あんたがうちらを騙さないといいけどね。お嬢さん、執念深いんだから。すごく大きなもん。よし、見てて。開けゴマ。
れは何？パスワードなの？童話に登場する呪文はここでは通用しないだろう。グフ、ちょうど言おうとしたら美月さんが変な呪文を唱え出したんですよ。教えてあげましょう。この門の仕掛けはすでに把握しています。スバローグのアジトには誰もが出入りできるわけではありません。スバローグに会いたい人は認証を受ける必要があるんです。認証？はい、認証を得た異端者しか出入りはできません。スバローグの異端者が指定で機械の残骸を集め、それをスバローグが修理しているんです。まさにノーリスクハイリターン。もっと早く知っていれば。公式ボスを呼ばれていたかもしれません。無駄話はいいから、どこで認証を受けるのよ。簡単です。流浪者の近くにいるロボットが見えますか？あれこそスバローグの目で、彼の指示に従ってここの秩序を維持しています。流浪者の一挙手一投足を見守る他に、試練を与えることも任務の一つです。異端者になりたいのなら、あのロボットたちのテストをパスする必要があります。それは知りませんよ。僕はスバローグとやり合うつもりはありませんからね。皆さんがロボットに直接尋ねてみてください。ここの人たち、まるでロボットに管理されているみたい。地上では考えられない光景。上層部のロボットはただの道具に過ぎないのに。スバローグを普通のロボットだと思わないことね。あいつはなんというかすごく特殊なの。こいつよね。なんかすごく簡素な作りだね。起動できるのかしら。壊れてたりしないわよね。うわっ、びっくりするじゃない。プロトコル起動、スキャン開始、検証、認証失敗、アクセス許可なし、試練を開始。え、もう始まるの？試練第一開始。問題、内燃機関ラップ大会のチャンピオンは誰？内燃何ラップ？そんなの知ってるわけないじゃん。三歩、答えを知っているか？僕はもちろん知りません。もう、頼りになるのかならないのか、一体どっちなの？はあ、僕は全知全能じゃありませんので、情報を集めないと何とも。ただそう慌てないでください。流浪者の話を聞いて回れば、思いもよらぬ収穫があるかもしれませんよ。答えよ。内燃機関ラップ大会のチャンピオンは誰？試練第一開始。来年期間ラップ大会の不正解。皆さん、知ったかぶりはいけません。知らなくても誰も笑ったりしませんから。再評価実施中。脅威指数高。戦闘モジュール起動。脅威を速やかに排除。戦闘モジュール、何か問題が起きたんじゃ。そんなこと考えても意味ないわ。来るわよ。客をもてなさないと。はっ、うちなかなかやれ。怖くない。殲滅開始。兵器か。大丈夫。ガールから離れろ。後悔しても遅い。やった。攻撃してくるなんて怖すぎない？このボタン、システムリセットと書いてあるな。押してみるぞ。システムリセット成功。
認証プログラムオン。右手を出してください。右手？はい、何するの？ちょっと言ってたてた、これが認証マークなの？いいですね、あと2つですよ。さあ行きましょう。プロトコル起動スキャン1、毎回繰り返すのめんどくさいな。はあ、この鉄の塊今何て言った？こいつすごくイライラしてるみたい。うるさいな、早く終わらせよう。レベル1の認証はあるか？ないのなら時間を無駄遣いさせるな。これのこと？ほら見て。そうそう、これこれ。問題を出すぞ、よく聞け。問題。超小型水晶振動子はどのパーツに接続すべきか。おめでとう、不正解だ。こんな簡単な質問にも答えられないなんてゴミ以下だな。もう少し勉強してきな。ねえ、これ壊していいかな？あ、なんだ、やんのか。ちょうどイライラしてたんだ、かかってこい。あんたをぶっ壊せば認証もらえるのよね。受けて立とうじゃない。輪をもって尊しとなす。はっ！た！ついてないね。殲滅開始。話し合いましょう。はっ！争いに意味はない。やっ！うちの出番。はっ！隠れろ。客をもてなさないと。はっ！ついてね。怖くない、気をつけて。悪かった、許してくれ。お前たちに認証をやる。やっと諦めたね。ほら、右手を出せ。え、またうち？あれすごく痛いんだけど。うわ、いてててててて。よし、認証は残り1個だ。早く行け、こっちは静かに過ごしたいんだ。とりあえず前回の認証を見せよう。こいつなんかおかしいわね。プロトコル起動失敗、修復を嫌な予感が。修復失敗、コアモジュール破損、外部からの脅威を検知。脅威を排除するため戦闘モジュール起動。やっと頭脳ロードじゃなくなったわね。私がこの鉄の塊を直してあげるわ。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。ショーク解散。騒ぎを起こしたくはない。やっ、うちなかなかやるじゃん。はっ、勇気を出さなきゃ。殲滅開始。うん、やっ、うちの出番ね。怖くない。よし、
これでおとなしくなったわね。システムを再起動してみよう。認証システム起動成功。右手を出してください。またうちが痛い目に遭うんだね。いったー、前のより痛いんだけど。これでラストでよかった。これで入れるんだよね。スバローグの認証ロボットも大したことないじゃん。本当に効果あるのかしら。戻って確かめるわよ。この散歩役に立ちましたよね。オレグさんはとっくにこのことを。はいはい、あんたのおかげだよ。ボスにも言っておくから今は黙っててちょうだい。はい、では一言だけ。この先は未知の領域ですので、くれぐれも気をつけてくださいね。行こう、スバローグを見つけてことをはっきりさせなきゃ。もしもし、僕の言ったことちゃんと聞いてましたよね。もん、構造から見てさっきの門より複雑そう。散歩、これはどういうこと？散歩？あいつは？え？逃げられた。さっきまでここにいたのに。いつものことだ。またあのロボット。スバローグに会うには他の試練もパスしなきゃいけないわけ？スバローグさんの訪問客を発見。プロトコル起動、スキャン開始、検証。なるほど、ロボットを番犬のように扱うなんて冴えてるじゃん。って絶対効果ないよね。認証失敗、アクセス許可なし、要求拒絶。クラーラさんから権限をもらってください。クラーラ？あ、うちらが大航空で見かけたあの女の子？あの子の立場って何なんだろうね。彼女に権限を申請するなんて。家族、うちにはよくわかんないよ。悩んでいても仕方ない。クラーラを探しに行こう。確証はないが、一応試してみるとしよう。クラーラは今どこにいる？音声検索中。少々お待ちください。エネルギーコアのペアリングが壊れている。早く直さないと集落が真っ黒になっちゃう。木に再利用できる部品がないか、もう一回リペットタウンに行こうと思うの。いない時はクラーラの代わりにしっかり門番をしてね。音声検索終了。クラーラの命令を継続。またあそこに戻るの？まさか人探しのためにもう一度行く羽目になるなんて。あ、うちらと合流する前別の町で観光してたんだっけ？あんたが思うほどいい場所じゃないわよ。確かにあの女の子が一人で列海に行っていると思うと心配になる。彼女が見た目ほどヤワじゃないにしても。あんたもヤワな見た目してるわよ。よし、さっさと彼女を見つけるわよ。門の向こうで待つスバローグに会うためにね。こんな大きな町でどうやって一人の女の子を見つければいいの？クラーラは機械の部品を探すって言っていたわよね。まずはナターシャの貯蔵室に行ってみましょう。
一気に片付けましょう。騒ぎを起こしたくはない。やっ、隠れろ。クラールから離れろ。クラールから離れろ。客をもてなさないと。生死虚実、一年のまなり、同天元気、勝務一角。地域をもって鼓舞を、万事吉とならん一心同期。諸悪退散。たうちの出番。クラールから離れ。クラーラもみんなを守りたい。勇気を出さなきゃ。排除する。ベレシコ、ベレシコ、和をもって尊しとなさ。やっ、つけましょう。た、怖くない。隠れろ。クラールから離れろ。兵器か。クラールから離れろ。皆さんのお役に立てたかな。と一緒だったロボット？どれも一緒に見えるけど、なんでわかるのよ。何か言ってるみたい。ほら。自己回復モジュールの初期化中。初期化失敗。クラーラに脅威が。必ず守る。脅威？どういう意味を。攻防敵必ず排除。もしかして攻防にあのモンスターが現れたってこと。クラーラは。まずい、彼女が危ないわ。早く攻防を確認しに行くわよ。道は任せて。やっぱりあっちに大物がいるわ。クラーラもいる。早く助けわよ。ええ、今回は人数が多いから怖くない。困りました。しょ、退散。生死虚実、一年の間、同天元気、勝務一角。ふっはっ。たまには真面目に打ちのとっておきをくらえ。クラーラもみんなを守りたい。助けてスバローグ。
ないね。怖くない。はい、出ました。ベレシコ。諸悪退散。千の鎮気を持ってこ一心同期。生死虚実、同天元気、勝負一角。気をつけて。どうした。殴ったね。それから離れる。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。一気に片付け。大丈夫クララ、怪我はない？ありがとうございます。大丈夫です。軽くすりむいただけなので。やっぱり一人でうろちょろさせるんじゃなかった。危険すぎるわ。で、ここで何を探してたのよ。基地の電源措置が不調で、早く直さないと集落のみんなが困ってしまいます。この町に工房があることは知っていたので来てみようと思ったんです。必要な部品は全部見つけたんですけど、モンスターに遭遇して。幸い皆さんが助けに来てくれました。クララはこのことをちゃんとスバローグに伝えます。ちょうど彼に会いに行くところなのよ。スワローグに会わなければならないような重要なことがあるんですか？ならクラーラが伝えます。ダメよ、今回は直接顔を合わせて話したいの。連れて行ってくれるかしら？でもスワローグは他人との交流が苦手で、特に遅延の皆さんとは。もちろん知ってるわ。でもあまりにも話し合いを避けるから、今回は絶対に会うことにしたのよ。みんな仮想部のために頑張っています。でもスバローグは人間の感情ではなく計算結果だけを信じています。だから彼のところには連れて行けません。スバローグと対立すれば怪我人が出ます。無関係な人まで巻き込んでしまうかもしれません。あんたって子は。クララ、前に言っていたよね。スバローグの役割は仮想部を見守り、ここの文明を維持することだって。もし私たちが同じ願いで協力を求めるなら、なぜ彼は拒むの？クララはスバローグのことをよく知っています。彼は人の願いでは動かない、理性の判断にのみ従うんです。この世界ではすごく怖いことが起きています。彼は地上の終焉が近いとそう考えています。スバローグの計算だと、仮想部の人々の力だけでは災いの到来を食い止めることは不可能だそうです。彼の考えた対策は、仮想部の人たちを災いの発生源から遠ざけ、少しでも長く生きてもらうこと。私たちを檻に閉じ込めるってわけ？笑えるわ。数日早く死のうが遅く死のうが何の違いもないでしょ。抵抗することも禁じるのね。クララは必ず皆さんに恩返しします。でもこれだけはダメなんです。もう大丈夫ですか？クララは大切な用事があるので先に帰ります。クララゼレ、もういい。あの子の決心は固い。
目を見ればわかる。他の方法を考えないと。あの子すごすぎる。あんなに小さいのにすごく頑固というか頭がいい。彼女の物事を見抜く力、自分の考えを貫く力、どちらも美月とは比べ物にならないな。最後の一言は余計でしょう。どうやらスバローグと直接会うにはまずクラーを乗り越えなければならないようだな。あのでっかいロボットの説得も絶対に無理だね。クラーラは何回もスバローグの計算結果について話していた。仮想部の人々の力だけでは災いの到来を食い止めることは不可能。これは彼女の言葉だ。考えるに突破口はここにあるはずだ。それってロボットのロジックに欠陥があるってこと？いや、彼の計算は非常に正確だ。性格が引き起こすトラブルは現在の遅延の力では解決できない。だが彼の計算は現状より遅れており、新たな変数はまだ計算に織り込まれていない。そうだ、スバローグに俺たちという存在が計算結果を覆すことができると納得させられれば和平交渉に進む希望が見えるだろう。でもどうやって証明しよう。今回は写真だけじゃダメだよね。方法は必ずある。まずはクラーラを説得しよう。彼女は直接機械集落に戻ったんだな。俺たちも後に続こう。曲がった、後についていこう。
部品さえあれば大丈夫です。生死虚実、同点元気、超無一角。はっ、落とした。はっ、うちのね。気をつけて。皆さん、いい腕前ですね。ふっ、あれは話しても通じないでしょう。これで万全だ。これ。困りました。しょ、第三、聖の鎮気を持って鼓舞を一心土器。聖死虚実、一念のまなり、同天元気、超無一角。見てないね。怖くない。殲滅開始。たまには真面目にうちのとっておきを食らい。クラーラもみんなを守りたまらん。ベレシコ、客をもてなさないと。タ、うちの出番。勇気を出さなきゃ。ベレシコ、争いに意味はない。やっ、ついてないね。ポン、怖くない。気をつけて。騒ぎを起こしたくはない。タ、生死虚実、同天元気、超無一角。殴ったね。一気に片付けば。やった。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。こ、怖くないんだから。気をつけて。諸悪退散。争いに…た、うちの出番。勇気を出さなきゃ。輪を持って尊しとなす。後悔しても遅い。やっ、うち、なくね。怖くない。隠れろ。お、うわ、客をもてなさないと。はた、うち、はっ。皆さん、いい腕前ですね。
あれ、いない？こっちに進んだはずなのに。しょうがない、進みながら探そっか。ふっ、輪を持って尊しと。後悔しても遅い。やっ、気をつけて。危険指数上昇、前方にターゲット出現。涼しいですね。困りました。しょ、大さん、生死虚実、一年のマナリ、同点研究、超無意覚、はっ、千の神器を持って鼓舞を、万事吉とならん、一心同期、どけ、騒ぎを、たっ、はっ、離れる。クララもみんなを守りたい。スバローグ、たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。隠れろ。兵器か。大丈夫。命執行。客をもてなさないと。諸悪退散。騒ぎを起こしたくはない。ついてないね。勇気を出さなきゃ。生死虚実、一年のマナリ、同点研究、超無一角、はっ、殲滅開始。持って尊しとなす。はっ、はっ、ベレシコ、ついてないね。パン、隠れろ。客をもてなさないと。生死虚実、一年のマナリ、同点研究、超無一角、はっ、うち、なかなかやるじゃん。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。殲滅開始。輪を持ってた。大丈夫。ベレシコ。
をもてなさないと。後悔しても遅い。やっ、勇気を出さなきゃ。敵か。大丈夫。クラールから離れる。話し合いましょう。後悔しても遅い。輪をもって尊しとなす。争いに意味はない。やっ、ついてないね。殲滅開始。クラールから離れろ。過ぎ去ったことは重要ではない。旅をしている甲斐がある。どうして、わからない。皆さん、やっぱりついてきたんですね。そうだとしても、この設備を修理しているのか、クララ。問題があったようだな。わかるんですか。この2つの配管部品の大きさや摩耗具合が機器本体と明らかに違う。今しがた交換したのだろう。破損した部品を交換したのに、いつものように端末が再起動しないんじゃないか。はい、クララはいろんなものを修理してきましたが、ここまで複雑な装置は初めてです。スバローグは手伝ってくれないの？スバローグに知られたくないの。二人の流浪者のおじさんがうっかり壊してしまったんです。スバローグが知ったら二人が怒られてしまいます。クララ、優しすぎると悪い人に利用されることもあるのよ。問題点が見つかったかもしれない。配線を交換したものの、ベアリングがずれていたのが原因のようだ。美月、手伝ってくれないか。一緒にこれを直そう。また修理するの？もうコツは掴んだから任せて。本当にエネルギー装置を直せるですか？安心して、絶対に大丈夫だよ。だよね、炭鉱。質問は後だ。早く手を貸してくれ。礼を言う必要はない。これで集落のエネルギー問題は解決したな。はい、外回りのみんなが光と熱源を失わずに済みます。あ、クララも分かっています。みんな工具でたくさんの人を助けて、危険なのに街で物資を探した、すごくいい人たちだって。他にできることがあったらクララ頑張るから、このことだけは。どうやって説得したらいいんだろう。現状はうちらが来たこと、それからこの星の最悪を解決する方法があるって点かな。クララは観察が得意なんだよね。うちら3人が仮想部の人に見える？え、装いだけなら確かに他の人と違いますけど。そうでしょ、うちらはこの世界の人じゃないから、スバローグの計算には含まれない。もし彼の計算が仮想部の人の力しか計算していないのなら、その結果はもう今は通用しないの。
スバローグはいつから計算を始めたんだ、クラーラ。その、すごく前に仮想部が封鎖されたばかりの時からです。シルバーメインが一人地下に来たことで状況が変わったわけだけど、この出来事はスバローグの計算に入ってる？それにスバローグの計算にうちらみたいな変数は含まれてないよね。他の星？クラーラを子供だと思わないでください。そんなの大人たちが作った物語だってクラーラ知ってます。ミツキたちは嘘をついてない、クラーラ。私は彼女たちを信じる。ブローニャお姉さんも。あなたの気持ちは理解できる、クラーラ。仮想部を良くしたいけど、誰かが傷つくのは望まない。そうよね。私も疑問はある。でも直感が、ミツキ、タンコ、それから彼女、この3人はこの世界の転換点だと告げているの。この人たちをスバローグに合わせて、それでも計算結果が一緒か確かめよう。あなたにとっても彼にとっても損はないでしょう。分かった。スバローグのところに案内しますね。本当に？よかった。はい、クラーラ気づいたんです。クラーラの力だけでスバローグの考えを変えるには長い時間がかかるって。クラーラが大人になっても変えられないかもしれない。その間にみんな病気になって家を失って、この前のコークみたいにずっと争いが続いてしまう。クラーラはそうなってほしくありません。皆さんがスバローグを説得する自信があるなら、クラーラも勇気を出します。皆さん、クラーラについてきてください。ブローニャ、さっきの話すごく良かったわよ。そんな大げさに言わないで。私はただ本音を言っただけ。ただいま、ティミ。お帰りなさい、クラーラさん。ティミ、門を開けて。スバローグに会いたいの。部外者検出、通過させますか？大丈夫だよ。みんなクラーラのお客さんなの。命令受信、門を開放。ようこそ、クラーラさんのお客様。その、できればスバローグを怒らせないでくださいね。安心して、クラーラちゃん。うちらはちゃんと合理的に話すから。話し合いはあんたたちに任せるわね。私はそういうの苦手なの。ロボットと話し合うなんて初めての経験。準備はいいか？ただいま、スバローグ。集落のエネルギー供給システムが復旧したようだ。感謝する、クラーラ。だが、なぜこの者たちを連れてきた？スバローグ、この人たちは上層部のことについて相談したいんだって。分析開始。分析結果、対象は遅延に属さない。背景不明。分類情報なし。クラーラの紹介に免じて発言の機会を一度与える。ねえ、話し合いに応じてくれるみたい。ほら、あんたの巧みな話術の出番だよ。
無価値な言い分だ。あなたたちは地下の人間ではない。下層部の人を代表する資格はない。本題に入ろう。この世界の貴重な時間を無駄にするな。あんたの発言を全部突っぱねたよこいつ。自分の足を自分で引っ張るな。俺たちが計算上の変数であることを納得させるんだ。正確。データベース検索。アクセスブロック。無許可で正確について話すこと禁止。あなたたちは世界の封印された秘密に触れた。この秘密を知っている人はいない。目標状況の再評価。脅威指数上昇。真の目的を告げよ。やはり彼は性格を知っている。だがこの話題は危険だ。ここまで来て隠す必要があるわけ？こいつにはっきり言いなさいよ。全てはこの瞬間にかかってるのよ。記録の中で人類は性格との接触を何度も試みている。彼らは必ず人間の私欲のためにその物質を使おうとした。検証者命令。正確に接触しようとすれば深刻な結果を招くことになる。再評価。目標脅威指数最高に到達。どうしよう、なんかまずくない？目標の敵、基準値を大幅に超過。元来の計算結果を維持。平和維持プロトコルの一時解除。殲滅プロトコルの開始を申請。殲滅って文字通りの意味？交渉決裂だ。イツキ、戦闘に備えろ。スバローグ、やめて。クラーラ、ここを離れろ。クラーラ、危ない。どこかに隠れて。結局はこうなるのね。プロトキ3号監督ロボットスバローグ、殲滅プロトコル申請状態通過済み。殲滅を許可。あらら、困りました。万事順調。生死虚実、同点元気、勝務一角。はっ、千の珍奇をもって鼓舞を。一心同期。クラーラもみんなを守りたい。やっ、討伐開始。兵器か。大丈夫。命令執行。システム実行。命令執行。ねえ、怖くない。気をつけて。殲滅執行。クラーラから離れる。継続完了。カーラー。まったく、お医者さんがいないと安心して戦えないでしょ。みんな戦闘に専念してちょうだい。私がすぐ後ろにいるから。ナオト、どうしてここに？何を言っても無駄な気がしたので奥の手を用意しておいたのです。散歩、やっぱりあんたが。支援武装員の侵入を多数確認。状態計算中。全て危険度高。全員殲滅する。困りました。では、大
井さん、生死虚実一年のマナリ同点研究ドーム一角はっ千の珍奇を持って一心ドッキー、たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。クララもみんなを守りたい。ベレシコ計算中、うん、ベレシコ、はっ、遊戯を出さなきゃ、はい、っやっ生死虚実同点元気聴無一角、はっ全身限界値超過、クラーから離れる変数評価中、うちに出くわすなんてついてないね。いや、客をもてなさないか。話し合いましょう。システム実行。ついてないね。争いに意味はない。計算中。逃がさない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。減速完了。クラールから離れる。殴ってね。クララもみんなを守りたい。今さら後悔しても遅い。はっ、せっ、はっ。生死虚実一年のマナリ同点元気聴無一角。ふっ、はっ。システム再起動中。再起動成功。変数切り替え。変数1クラーラの願い。変数2外から来た者の動機。評価結果更新。決定権を部外者に移行。性格関連情報へのアクセスを可能にする。これって成功したってことかな。クラーラがいてよかった。スバローグの氷のようなロジックは彼女だけに対して寛容なようだ。彼のメモリーに性格に関するデータが残っているといいなが。これで終わりなの、ナタ。私たち遅延、それから仮想部は勝ったの？違うわ、ゼーレ。私たち、そして彼らの戦いは始まったばかりよ。やっと、やっとこの時が来た。どうしたのよ、緊張してるの？
緊張というよりはなんだか胸がひどく痛い気がする。準備できた。真実を明らかにして、そばで聞いてるから。性格に関するデータと音声記録の整理終了。すぐに閲覧するか、部外者。データベース呼び出し要求。ナンバー13175。暗号化レール再考。データ呼び出し完了。再生開始。目の前にあるのが長年の研究成果でございます、守護者様。証拠から見て、いわゆる性格が全ての災いの根源だと確定しています。このような結果を国民が受け入れることは難しい、博士。偉大なるアリサランドこそがこれを起動させ、この世界を寒波で覆った張本人だと知られたら。真実は、守護者様、真実は大勢の人の考えで変わるものではありません。あなた様の目の前にある研究報告は、ベロブルグの最も優れた学者たちの努力の結晶であり、その権威を信じなければなりません。博士、私はあなたを疑ったことはない。むしろあなたたちが得た結果を深く信じている。この地位に着いた瞬間から、あの声、彼らの声が脳裏にこびりついて離れないのだ。あなたに言うべきではなかったな。研究の話に戻ろう、博士。これらの研究を人々に公開することは私には不可能だ。もしくは。もしくは。もしくは何です？おっしゃってください。もしくは、あなたたちが性格を完全に破壊する方法を見つけない限りは無理だ。わかりました。孫悟の名のもとに必ず使命を全うします。13175。再生完了。続いてデータナンバー24830。わかりません、博士。なぜ貴重な研究成果を隠すのです？あれはあなたが心血を注いだものなのに。君はまだ若い。いつか分かる日がきっと来る。大守護者様、彼女は私たちよりずっと深く考えておられる。全ての選択はベロブルグの安寧のためだ。私はただ残念です。私たちの研究が停滞し、あなたの成果が闇に葬られることになったのですよ。残念に思う必要はない。君にはまだ時間がある。いつか君が性格を破壊する方法を見つけたら、私たちの努力は無駄にならない。24830。再生完了。続いてデータナンバー57614。なぜ、どうしてここにロボットがいるのだ？これはミアジャイマー博士が生前に利用していた個人的な護衛ロボットです。その時が対戦時から今まで残っていたのでしょう。
博士と彼の助手が死んでから手つかずのままここにあるようです。ほう、なるほど。捜索を始めろ。必ず博士の研究成果を全て見つけるんだ。見つけました。守護者様、全ての文献がここにあります。うん、いいだろう。切り上げるとしよう。守護者様、このロボットどうなさるおつもりですか？ああ、壊すにはもったいない。システムをリセットして仮想部に置いてこい。開拓団が自衛機能を持つロボットを必要としているらしい。はい、承知しました。ごめんなさい、博士。でもこの成果は検証者の管理下になければならない。いつの日か必ず誰かがあなたの意思を継いでくれる。5、7、6、1、4、再生完了。データ開示終了。これで真実が明らかになったんだよね。それから今の状況を見るに、彼らが成功することはなかった。今残る疑問は一つだけだな。なぜカカリアは急に考えを変えたのか。ブローニャ、大丈夫？大丈夫。ただ少しクラクラするだけ。お母様、どうして？いや、きっと知らなかったのかも。だって自分を騙すのは終わりよ、ブローニャ。選択する時が来たの。こっちで話できるかしら。この情報を消化するのに時間が必要なのはわかるけど、それでも次の計画を早く決めなければならないわ。炉心、地上に続く道は今目と鼻の先にあるわ。ありがとう。君たちのおかげで仮想部に新たな希望が芽生えた。今はこの希望の光が生き延びる機会につながるのを願うのみよ。今回はサンボに感謝して。彼の情報のおかげで大事な時に間に合ったのよ。遅延のボスとして君たちが仮想部のために戦ってるのを黙って見ているなんてできなかったの。え？つまり医者のナターシャが知恵のボスだったってこと？じゃあオレグさんは？オレグ、彼には長い間私の代理として仮想部の表面的なことを処理してもらってたの。彼の勤勉さのおかげで仮想部の人々の生活を改善する時間が生まれ、人々をなるべく路上で飢えさせないようにすることができた。一方で私はスバローグに対して反乱の計画を立てていたの。君たちが現れたことで私がずっと温めてきた計画も必要なくなったわ。本当にありがとう。仮想部が再び自由になった時、人々は君たちを英雄のように称えるでしょうね。でもスバログが炉心の封鎖を解いたとはいえ、地下の人たちはまだ上層部に突入することはできない。あの冷酷な大守護者は嘘と策略で上と下を分けた。もし地下の変化を知ったら何をしでかすかわからないわ。知恵には勢力を養い力を蓄える時間がもっと必要よ。いいえ、私の最も信頼する人を君たちの助っ人として同行させ、時が満ちるのを待つわ。ゼール、君たちの前では態度に出してないのかしら。
彼女は一緒に行動したいと私に強く願う姿を見せてくだわ。ゼーレは普段は無頓着に見えるけど、彼女の心の中には鏡があって、全ての善悪をよく理解している。それに偵察が得意で、頭の回転が速く決断力もある。きっと力になるわ。加えて君たちにはブロニャもいるでしょ。スワローグが得た情報は彼女にとって大きな衝撃だったようね。でもゼーリがそばにいるから必ず立ち直るはずよ。そうだ、君たちずっと休んでいないわよね。リベットタウンから帰ってきてスワローグに会うため奔走してたし、ずっと忙しかったんじゃない？体は革命の資本よ。ここで体調を壊したら元も子もないわ。スワローグとロシンは遅延に任せて、君たちは戻ってよく休みなさい。運が味方をしてくれれば明日には上層部に行けるわ。均衡、宇宙の均衡は保たれるべき。均衡の仲裁官より汝に試練を与えよう。諸界の平衡を保つため、汝の力を示せ。そして我らは仲裁する。強き者にはさらなる挑戦を、弱き者には生き延びる機会を。試練を乗り越えられた天秤を揺るがすほどの力が汝にあるという証拠だ。諸界はそれによって改変され、均衡を保つ。汝は直面するだろう。
より強大な敵に、より難解な謎に、そしてより手厚い報奨に、均衡。汝はまた試練に遭遇するだろう。金庫、諸界はこれより変化を迎える。危険指数上昇、前方にターゲット。下手に動くな。千の神器を持って鼓舞を。一心同期ター。諸悪退散。勇気を出さなきゃ。争いに意味はない。やった。生死虚実、同点元気、勝負一角。はっ。クラーから離れ。
バン。怖くない。排除せよ。騒ぎを起こしたか。たまにはマジうちのとっておきを食らえ。勇気を出さなきゃ。気をつけて。争いに意味はない。客をもてなさないと。諸悪退散。クラーラもみんな助けてくれ。和をもって尊しとなす。諸悪退散。ベレシコ。千の珍奇をもって鼓舞を。一心同期。うちの出番。怖くない。気をつけて。騒ぎを起こしたか。生死虚実、同天元気、勝無一角。うち、今回は足を引っ張ってないでしょ。やる？逃げる？下手に動くな。客をもてなさないと。諸悪退散。ボン。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。排除せ。和をもって尊しとなす。生死虚実、一年の同天元気、勝無一角。はっ。龍殴っとけ。争いに意味はない。たないね。勇気を出さなきゃ。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。気をつけて。ベレシコ。た。生死虚実、同天元気、勝無一角。金鉱。金鉱は思考無常であるため、初回はすでに改変された。試練は何時を尋ねるだろう。
片付けましょう。ねえ、勇気を出さなきゃ。殲滅開始。兵器か。大丈夫。クラールから離れろ。クラールから離れろ。争いに意味はない。やっ。輪を持って尊しとな。うち。客をもてなす。生死虚実、異動天元気、聴無一角。一気に片付けましょう。諸悪退散。たまには真面目に行こう。うちのとっておきを食らえ。危険指数低下。クラーラもみんなを守りたい。隠れろ。騒ぎを起こしたくはない。
ベレシコ。やっ。一気に片付けましょう。生死拒絶。一同天元剣。超無一角。一気に片付けば。騒ぎを起こしたくはない。クラーラもみんなを守りたい。助けてスバローグ。やっ。一気に片付けましょう。うちの出番。生死拒絶。一年のマナ同天剣超無一角。千の珍奇を持ってコブを一心同期。ベレシコ。ベレシコ。危険指数低下。殲滅開始。争いに意味はない。た。騒ぎを起こしたくはない。やっ。生死拒絶。一年の魔導天元剣超無一角。はっ。一気に片付けましょう。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。隠れろ。生死拒絶同天元剣超無一角。輪を持ってと。やっ。一気に片付けましょう。神器を持ってコブ一心ドキ。怖くない。隠れろ。話し合いましょう。いや、争いに意味はない。たまには真面目。うちのとておきを食らえ。た。一気に片付けましょう。はさわぎを起こしたくはない。生死拒絶。一年同天元剣超無一角。はっ。客をもてなさないと。うちの出番。リュウ。ふん。怖くない。殲滅開始。争いに意味。一気に片付けましょう。なかなかやるじゃん。ポン。勇気を出さなきゃ。一気に片付けましょう。
ついてないね。たまには真面目うちのとっておきをくらえ。生死虚実一年同天元気勝務一角は危険指数低下隠れろ。逃がさない。やった。いや殴ったね。輪を持って通った。気をつけて。騒ぎを争いに意味はない。たまには真面目にうちのとっておきをくらえ。クラーラもみんなを守りたい。一気に片付けましょう。千の鎮気を持って一心同期。生死虚実一年同天元気勝務一角は。うちなかなかやるじゃん。殲滅開始。激化ベーシコ。客をもてなさ。うちの出番。ファイドス。騒ぎを起こしたくはない。やっ。一気に片付けましょう。ついてないね。リュウ。たまには真面目にうちのとっておきをくらえ。逃がさない。危険室隠れろ。殴ったね。はっ、うちの出ね。生死虚実一年同天元気勝務一角はっ。やった。一気に片付けましょう。ついてないね。クラーラもみんなを守りたい。逃がさない。怖くない。殲滅開始。あ、ベレシコ。殴ったね。た輪を持った。気をつけて。
まずはパムに何が起きてるのか聞いてみよう。列車に詳しいものなどおらんからな。列車の中に変なものがいれば俺にはわかるんじゃ。お前も一緒に探してくれ。絶対見つけ出すぞ。絶対に見つけ出すぞ。ここが請求列車なのか？
ろ。私は悪人じゃない。私はガーデンオブリコレクションのメッセンジャー。今後はこの列車に滞在させてもらう予定だ。よろしく。だから君に会いに来たんだ。説明させてほしい。ガーデンオブリコレクションはアイウォンを不利に付き従う組織だ。記憶のメッセンジャーとして私たちは肉体を放棄しミームとなり宇宙を旅している。フリ様のために星の海にある最も貴重な記憶を探しているのだ。私がここに来られたのは、つまり君が記憶とガーデンオブリコレクションの概念を認識していることを証明している。そしてその認識がガーデンのために複製のチャンネルを開き、直接君の脳に私を植え付けた。実は誰にも気づかれないようにこっそり君についていくこともできた。でもガーデンは貴重な記憶を持っている君を特別視している。しかもそれらは将来的にもっと増えるだろう。だからこうして声をかけることにした。それに君はメモスナッチャーの概念も認識しているな。言っておくが、ガーデンは泥棒などではないぞ。私たちの行動のすべては崇高な目的のためにある。さて、私たちはもう知り合いになれただろうか。それは違う。私は肉体を持たないからな。不正乗車にはならない。そうだ、紙に書かれた人物像だと思え。アニメキャラの立ち絵を不正乗車として非難することはできないだろう。率直に言ってしまうが、許してほしい。私はただで君にこれらの情報を教えているわけじゃない。ガーデンは君の記憶を保存したいと考えている。だが心配は不要だ。私たちは記憶を奪い取ったりはしない。貴重な断片を複製するだけだ。取引だとでも思ってくれ。これは君の記憶を保存するために作られた忘却の庭だ。私たちは君が定期的にここを訪れ失われた記憶を呼び戻すことを望んでいる。ガーデンはその中から欲しいものを得て物質や光塩水を報酬として渡す。さあ、我が古き体の記憶に誓おう。君が失うものは何もない。忘却の庭に入りたいのか。危険指数上昇。後悔しても遅い。一気に片付けましょう。はっ、うちの出番。怖くない。隠れる。クラールから離れる。大丈夫。騒ぎを起こしたくはない。タッ、輪を持って到達。静止虚実移動天元家聖武一角。ふっ、ついてないね。クララもみんなを守りたい。龍ベレシコ殴ったね。ベレシコ、たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。大丈夫。殲滅開始。争いに意味はない。やっ、一気に片付けましょう。はっ、はっ、排除する。客をもてなす。
逃がさない。勇気を出さなきゃ。気をつけて。どうした？気分が悪いのか？強い刺激を与えることで潜在意識に対する防御を緩めるんだ。そうしないと君の記憶を複製できない。今後定期的に忘却の庭に入るだけでいい。さまざまな報酬を用意しよう。ああそうだ、私が聖居列車に滞在していることはできれば二人だけの秘密にしてほしい。私は君の仲間の前に姿を現さない。だから君も黙っていてくれるだろうか。私のことを一つの位相霊か、もしくは問いかけの魔物だと言えばいい。彼らはよく消えたり現れたりするからごまかせるはずだ。また私に会いたければ鏡に近づくといい。何か見つかったか？ガーデン・オブ・リコレクションのものがここに？列車にいるの？どうやら噂に聞いていた記憶の指令が実体を持たず姿を見せたい相手にしか見えないという話は本当のようだな。列車は奴らが好き勝手に乗車していい場所じゃない。追い出すぞ。ああ、俺も賛成だ。ガーデンと関わるなんて危険すぎる。記憶に関する取引も怪しい。私たちでちゃんと対策を考えるわ。安心して、パム。ああ、頼んだぞ。Thank you.